こんばんは、谷口幸太郎です。本日は Wi-Fi フォトフレームを買ったので、そのレビューをしたいと思います。まあレビューというか開封動画をしたいと思います。ネットギアという結構メーカー品というかで、なんかね、スマートアートキャンパスっていう商品があるんですよ、ネットギアの。なんか絵を飾るための20インチぐらいで、なんか反射しない加工がされてるって。1年前ぐらいから欲しかった感じだったんで、これチャンスだなと思って買いましたと。ちょっと話が長くなりましたが、ビニールついてます。じゃあ開けようと思います。結構ね、久しぶりのガジェット系開封動画ですね。箱の中から箱が出てきましたサンプルの絵がすでにちょっと入ってますね。なんかめちゃくちゃいいんだけどめちゃめちゃいいんだけど、これ、ね、本当に絵を飾ってるみたい。まあ見てわかるというか伝わってると思いますが、すごいなこれ。いいね、いい感じ。ということでね、ウィキペディアにね、パブリックドメインの画像がねあるので、こいつをねちょっとね表示してみたいと思います。縦の絵を飾りたいときは立てれば表示されます。で、横にすれば横の絵が表示されると。ちょっとやってみるか。これ今ね、やばい、ちょっとやってみる。こうすると多分ね表示が変わるんですよ。これも縦の絵はね、横の絵を代わりに表示してくれると思います。ちょっとかかんのかな。あ、これさっきのやつに戻りましたね。これ多分入れてる絵がこうやって切り替えれるみたいで、縦の絵はさっき の私が自分で追加したやつだけが表示される。今のところ1枚しか入ってないんで、縦にすると縦の絵が出ると。ちょっとかかるんかな。別にね、絵を飾るためのやつなんで、最初に時間かかっても別にいいかなっていうところで。めっちゃいいじゃん、これ。めちゃめちゃ良くない？これ。ということで、久々にヒット商品。めっちゃ大満足。買ってよかった。画家のウィキとかで見ると作品が載ってるんですよ。いや、ほんとさ、これを、ダウンロードというか、写真に保存して。こういう感じか。おお、なるほど。とりあえず2枚入れたから。あれ、切り替わんねえな。あ、上か。縦にすると、この上が、センサーの位置が上なんですね。おお。複数枚入れるとね、こうやって、切り替えれる。気分によってこう切り替えれば。めっちゃ良くね、これ。良すぎない？ちょっとね、絵の左右が切れるのが気になったので、これですね。ちょっと、設定変えてみようかな。これにしてみるか。上下に黒い帯が出て、切れなくなりました。作品がね、こう勝手に切っちゃうのがね、なんか気に入らないっていう人はこのモードがいいですね。こういう感じか。おお、なるほど。ああ、でもいいね、これ。絵によって、ちょっと画角が違うんで、こんな感じで調整されます。すごい絵画、いろんな絵が載ったようなね、本とかね、入門書とか、すごい見たくなりました。まあ美術検定4級を持ってるので、いろんな絵をね、見たくなりましたね、単純に。で、気に入ったのあったら、これを使って、飾ったりとかして、ね、楽しめるかなと。普通のフォトフレームより機能的なんじゃないかな。これね、タイムセールとかで、安売りして買ったので、これ1万円以下で買ったので、めちゃくちゃお得、かなりお買い得だったんじゃないか。
まあ、いい感じでした。じゃあ以上です。